イヴァン・ビリビンの描いたボジャノイ。ボジャノイは、東欧に伝わる妖精。その名前は、水を意味する単語、ボダーに由来し、水の性を意味する。同様の水の性が、チェコやスロバキアでは、ボドニークと呼ばれる。ボドニークの語源も、水である。水の宮殿スロベニアでは、ボデニモシ、セルビアでは、ボデニチョベクあるいは、ボデニャクと呼ばれる。ポーランドには、 トピエレツと呼ばれる水の精がいる。この語源は、溺死させるという動詞、トピーチである。男性の水の精で、ルサールカの夫とされる。ボジャノイは、様々な姿に変化する。髭を生やしたカエルのような姿をしていると言われるが、人間の姿をとることもある。緑色の髪の老人、全身を苔に覆われた、巨漢、裸の女性、大魚、巨人、 さらにはボルゾイ、エビ、小さな翼で飛行する木の幹など様々な姿を見せる。時には緑や白など様々な色へ変色する巨大なヒゲを持つ老人でもある。水門や水車そのものとして描かれることもある。ボジャノウイの住みは川や湖、池だとされ、特に水門や水車の側を好むとされている。彼らの宮殿は水晶でできており、 さらに沈没船から調達した金銀を呼び、魔法の石で装飾されているという。昼間はその宮殿に潜んでおり、夕方になると宮殿を出て、活動を始め、足で水を叩いて遊ぶ。その水音は遠くまで響くと言われている。また、水車の羽の下には、複数のボジャ老インが潜伏しているとされる。彼らは人間が水の流れを制御することを嫌い。 水門の土手を壊そうとすることもある。ボジャノオイはまた人間を嫌い、隙をついて水中へ引きずり込むこともある。こうして、ボジャノオイに捕らえられた人間は彼らの奴隷になってしまう。しかしボジャノオイは嵐の時には漁師や水夫を助けることがあり、また、放漁をもたらすとも言われているため、人々は彼らに供物を捧げていた。ロシアロシアでは、 魚の支配者とされた。ナマズにまたがって水中を移動する。漁師は最初に採れた魚やタバコをボジャノイに捧げた。水車小屋を建てる時には黒いオンドリを埋めて蜘物とした。ボジャノイへのご追従のために道行く人を水中に突き落とすこともあった。オロネッツ地方のある湖に生息していたボジャノイは人間を食料にするために 水中で待ち構えていたが、この地方の人間たちが皆用心深く、水浴びや水くみに湖に現れることがほとんどなかったため、住居を移そうと決め別の湖へ移動していった。その際に、足に小さな島が引っかかり、川の中に落ちた。その島は、今でも人の肉眼で目視できると言われている。ボジャノイは、不死とされているが、月章に合わせて、 老いたり若返ったりするとされており、満月の日にその力は最高潮に達し、非常に危険な存在となるという。チェコ及びスロバキアボドニークは、川もに赤いリボンを突き出している。子供たちが、リボンに触れると水中に引きずり込む。文学作品、ロシアの神話で確認した表記。神の文化史辞点で確認した表記。スラブ民族と東欧ロシアで確認した表記。 ABCDE 神の文化史実典 P113 ロシアの神話 P44 森安1986 P351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  清水1995 P48 ABC ロシアの神話 P46 ロシアの神話ピアニッシモ4446から47森安 1986P351AB ロシアの神話 P47 森安 1986P351 ありがとうございます